全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。4番久一ローソン、これはいいスタート。まずは先行争い、外から押して5番マーカスグロスポフ、2番アマユドルパン、内から追い上げる。4番久一ローソン好位をキープ。4馬身相手3番ドラゴンジャガー、各馬第3コーナーをカーブしていきます。離されて最後方1番ペイソウナ、各馬冬の札幌競馬場を駆け抜けていきます。 600m の通過タイムは33秒7。ここから先頭までは10馬身以上。先頭変わってアマユトルタン、後ろに5番マーカスグロスコフ、4番フサイチローソン後位につけました。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線勝負、あと200、追い込み勢にはペイソウ、先頭が変わった。フサイチローソン粘っている。フサイチローソン先頭、フサイチローソン先頭で合輪、勝ったのはフサイチローソン。鞍上は団の大成騎手、勝ち時計1分6秒0。久一ローソンブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦となりました。